田中真紀子長女記事出版差し止め事件とは、田中真紀子の長女の記事を掲載した週刊文春が2004年3月17日に出版されるのに対し、差し止めの仮処分が行われたことによる事件。田中真紀子議員文言春秋週刊文春に掲載された田中真紀子の長女の離婚に関する記事は、長女のプライバシーを侵害しているとして、 長女の意向によって出版前日の2004年3月16日出版元の文芸春秋に東京地方裁判所に出版差し止めの仮処分の申請が出され仮処分が認められる問題の雑誌はすでに74万部が出荷されていたため残りの出荷予定であった約3万部の出荷を止めた大手出版社の週刊誌の差し止めと有名人の長女の問題ということが 話題になった。仮処分前に多くの本が流通ルートに載っており、仮処分にすでに出荷された本に関する言及がなかったために、回収はされず、注目されてかえって本が売れるという現象が起こり、仮処分による長女側の利益はあまりなかったとされる。文春は東京地裁に異議を申し立てた。だが、3月19日、東京地裁はそれを退け、 改めて仮処分命令を維持する決定を出した。文春は東京高裁に広告。3月31日、高裁は記事に公共性がないことと長女のプライバシー侵害を認めるも、被害が重大で著しく回復困難とは言えず、後の訴訟で回復可能として仮処分を取り消した。なお、仮処分が有効だった頃、一部の広告媒体が、 長女のプライバシーに関する広告記事を削除したり、一部の図書館が問題の記事を閲覧できなくする処置をとっていた。田中牧子はこの件に関しノーコメントを通した。文春に異例の出版禁止命令、田中牧子市長女の記事、共同通信社、47ニュース、オリジナルの2013年6月13日時点におけるアーカイブ、 https://web.archive.org/.web/.20130613112836/.http://www.47news.jp/.cen/.200403/.cn2004031601005030/.html2012 年11月 24日閲覧週刊文春発売禁止命令の取り消し決定東京高裁朝日新聞2004年3月31日週刊文春出版禁止は打倒東京地裁異議知りぞける共同通信社47ニュースオリジナルの2013年6月13日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20130613130139/http://www.47news.jp/cn/200403/cn2004031901004927/html2012 年11 4月24日閲覧文春が東京高裁に広告出版禁止不服として共同通信社47ニュースオリジナルの2014年1月4日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 4 0 1 0 4 2 1 2 9 4 2 h t t p w w w 4 7 n e w s j p c n 2 0 4 0 3 c n 2 0 0 3 2 0 4 2 1 3 h t m l 2 0 1 4 0 1月4日閲覧 ありがとうございます。